松原慎之介と申します。まだまだ未熟者ではございますが、精一杯やらさせていただきますので、どうか一つよろしくお願い申し上げます。未熟者気に秘めすよりゃ読めないけれど、花火ましての粗末歌に続けた河内温度に乗せまして、精魂込めて歌いましょう。明治26年の月は10月7日の夜に四個恋吠え、寸気がしけん雑草の中は四つ湯に濡れたが、右京が降られ清酒かけたる系統が、十度の名誉にかけて立つ一人は姿三四郎、相手は村井半助の柔らの陰に朝鮮のその名日が木に剣の助四方恋吠え、お釈の体に燃えるのは鬼と言われる身じゃけれど、若い心に人による恋の馬酒そかに飲んで夢を見るよはないじゃないに、されば今宵の果たし合いに赤い恋夢か、我と我が身の定めは生死の境に投げ込んで尽くす男の踊り根性、着物の下に稽古着をつけて黒を見締めたら恋を知らない女でも一目死ぬでむせり泣く、待ってください三四郎さんに行けばあなたは殺される四方恋吠え、何も言わずに早乙女さん
さいよ。いずれ一度はいずれ一度はあの男相変わらず相手日が金銀の好きそうとめ涙でもせみなくこう孤独感の起きてでは私元のけとわがやのせん声優に許されるそれを承知で三章はいかんのばならない欲望が払い決闘状に書いてある男もどうしの約束もやむった方が負けになるあえてハムを、あの選ぶ三四と四個この声ゆくらしえの恋せ僕の愛する孤独感とそして十の富屋の先生十の富先生を振り捨てて誰よりすさおとめさんの弱みにつけ込む相手ひがきけのすけとさがならない今の羽目だから私はこの挑戦を受けて辰巳となったんだ今早乙女驚いて相手の描きは恐ろしい男この早乙女は知ってるそりゃ良いとこささのいやささのいや哀れの鏡と歌われた早乙女父なん半助よ四個恋声やこらしいどこいしどうした時より愛したるその早乙女がほのかな宝珠小さい胸にと収めつつ私を心配してくれる嬉しい涙が頬を伝えるちょうどその時皮肉にも地獄来たる知らずに遠くねお寺の鐘が鳴る五愛する人の手を切って毎日もんじにかけなす月が
生えてる七草の京ヶ原のその中で破れた恋の恨み四番あたりに腹下げ永遠の薄き胸の痛みを抑えつつ男泣きして飲んだ先酔え迷う音また募る三四郎さえおらなきれい村井先生のまなむすみ早乙女さんと添えるみゆうインジトの京都呪術に締めた黒衣装かけた男と男の果しがい今日が春がいんげ来てみればかすかに見うる人影横思い越えこれせいどこへせい一手の遅れは先手の遅れ一足先に玄之助秋風身にしもその中で遅れよと高三四郎何を言うのか日垣さん僕をここまで読み出したのは女に対する意地ゆえかそれとも両に浸透の柔らのためか之助もの無用か三四郎行くぞとばかりに走り来るゆうか早いかあの金煙交通の四個の声いやこらせどこへせよっとばかりに差し出した三四郎素早く身をかわすでは自慢の鼓動かの矢野先生の教えを受けて鼓動感のしての辛い死去もなのその青い畳のその上で鍛え上げてあるこの腕を思う存分試しなぎ得意気合いも安全やかともえ投げにひかきの体は口まるでこの葉のちなすが孤独し中に声音も止めつつとっとばかりに祝福して今日が腹の血統はちょうど
読み切りつきました。お聞きよろしきその中をようこそ無線にちょいただきまして、ようこそ踊ってくださいまして、熱く御礼申し上げ、これにて失礼いたします。はい、どうもありがとうございました。